デスクトップの背景デスクトップの背景ではデスクトップ環境の背景として使用される画像のことや従来の MacOS で使われていたデスクトップパターン Windows XP 以前の Windows に実装されていたアクティブデスクトップなどインテリジェントに更新されるデスクトップの背景を含めて記述する。なお、スマートフォンでは携帯電話業界の従来の監修から待ち受け画面または 待ち受け画像、あるいは、待ち受けと呼ぶことも依然として多い。PNG と JPEG 形式がよく使われる。MacOS、KDE と GNOME は、ベクター形式の壁紙、デスクトップピクチャーをサポートする。Mac では、PIC と KDE と GNOME では、SVG である。これには、質を落とすことなく、一つのファイルを、 どのサイズのスクリーンに対しても使うことができ、複数のスクリーンにわたって広げることができるという利点がある。ほとんどのデスクトップシステムではデスクトップの背景として単一色を指定できる。KDE や GNOME のような一部のシステムは色のグラディエントを指定できる。初期のクラシック MacOS ではデスクトップに画像を貼り込むことはできなかったものの、 デスクトップを模様で塗りつぶす機能があり、ユーザーがピクセル単位で好きな模様を編集できた。これをデスクトップパターンという。この機能は現在の MacOS には引き継がれていない。また、Windows でもデスクトップを任意の色で塗りつぶすことができる。壁紙と呼ばれる機能は Windows 3.0で初めて実装されたもので、画面の背景の上に ユーザーの好みの画像を常時表示しておくことのできる技能である。当時新鮮なものとして受け止められ、その後のバージョンにも引き継がれた。デスクトップは机の上を意味するので厳密に言えば壁紙という用語は不自然なのだが窓が開かれるためか監修でこのように呼ばれている。そのためマッキントッシュでは同様のものをデスクトップピクチャと呼称する。MacOS では デスクトップパターンは廃止されたため、デスクトップの背景はデスクトップピクチャのみとなった。デスクトップに画像を貼らない場合やクラシックマック、OS で使われていたデスクトップパターンも含め、単にバックグラウンドや背景と呼ぶ場合もある。ちなみに、壁紙を配布している多くのサイトでは、Windows での壁紙の設定方法の注意書きに、現在ご使用の壁紙に戻せなくなるなどと書かれる。 ことが多いが、壁紙に設定後に、画面のプロパティのデスクトップタブの参照で壁紙のファイル名を変更して、開くをクリックすれば壁紙の名前が変更され、新しい壁紙に変更しても上書きされずに残すことができる。KDE や MacOS、Windows7 のような一部の環境ではいくつかの異なる壁紙、デスクトップピクチャを使うことができ、 異なる時間に異なる画像をスライドショーのように交代させディレクトリのランダムな画像を表示させることができる。OS によるサポート以外にもこういった機能を実現するアプリケーションは多数作成されている。ありがとうございます。